数式パズル、意外と解けない数式問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。左辺の3足す4引く6のうち2つ動かして計算結果が右辺の3になるようにしてください。解説をします。まずプラスを上のように回転します。次に6を上のように回転します。すると左辺は 3×4-9、 つまり 12-9 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。ハテナに入る数字は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。